これより会議を開きます。この際、永年在職議員表彰の件についてお諮りいたします。議員河野池義貞君は国会議員として在職すること25年に達せられた。つきましては院議をもって同君の永年の功労を表彰することにいたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。同君に対する表彰文を朗読いたします。議員河野池義貞君、君は国会議員としてその職にあること25年に及び、常に県政のために力を尽くされました。参議院は君の永年の功労に対し、ここに院議をもって表彰いたします。越井氏、東君から発言を求められました。発言を許します。越井氏、東君。私は皆様のお許しをいただき、本院議員一同を代表いたしまして、ただいま永年在職の家をもって表彰せられた河野池義貞先生に対しまして、心よりお祝いの言葉を申し上げます。先生は昭和61年の第38回衆議院議員総選挙において初当選されて以来、連続して当選を重ねられ、7年にわたり衆議院を舞台に活躍されました。平成7年には第17回参議院議員通常選挙に当選され、次来連続3回の当選を数え、この度国会議員として在職25年に達せられたのであります。この間先生は建設委員長、国旗国家特別委員長、決算委員長、予算委員長、国家基本政策委員長等、数様な役職を歴任され、現在も国民生活、経済、社会保障に関する調査会長の重責を果たされております。中でも、決算委員長としての2年間、河野池委員長の号令一下、決算委員は党派を超えて、審議に汗を流し、野党理事をして、我々は河野組だとまで言わしめるほど、一致結束、決算の参議院、ここにありと、まさに真骨頂を発揮されたのであります。政府にあっても、小泉内閣では、再起間髪、構造改革特区担当大臣として、関係大臣と膝詰めで談判し、あまたの難局に果敢に取り組まれました。また麻生内閣では官房副長官として内閣の屋台骨を支え、司法に睨みを利かせるその姿には迫力すら漂いました。先生、昔話になりますが、覚えておいででしょうか。今から10年以上も前、戦争へと私が共に国対委員長だった頃の話です。ある局面を迎え、互いに良識の府としてふさわしい議論を得ようと真摯に協議するため、マスコミの目を避け待ち合わせをしました。雨の中、四谷交差点で傘を差して待っていてくださったあの時の誠実な先生の姿を今も思い出します。義理と人情に厚く男気あふれる先生は、高い見識と
豊かな政治経験を持って我が国議会政治発展に貢献されました。ここに我々議員一同は先生の25年間のご功績に対し新人なる敬意を表しますとともに、本日栄えある表彰を受けられましたことに心より祝意を表します。我が国には克服すべき課題が山積しています。どうか先生にはご健康に留意され、今後とも国民のため本位の権威高揚と議会制民主主義発展のためなお一層ご尽力賜りますようお願い申し上げ、お祝いの言葉といたします。おめでとうございました。河野池義忠君から発言を求められました。発言を許します。河野池義忠君。ただいま院議をもちまして在職25年の表彰を賜りましたこと、身に余る光栄と心から御礼を申し上げる次第であります。また敬愛する輿石先生よりご丁重なご祝辞をいただき誠にありがとうございました。輿石先生とはお互いに国会対策委員長時代が長く、その間党派を超えて信頼関係を築いていただいたものと今も確信するところでございます。今もお話がございましたように、ある豪雨の深夜、路地の屋台で冷や酒を飲みながら問題山積する明日からの国会運営について知恵を出し合いご指導をいただいたこと、忘れ得ぬ思い出の一つでございます。さて、私は昭和58年暮れの総選挙に自らの不明を顧みず出馬をいたしました。その時は中選挙区兵庫2区であり、原健三郎先生をはじめ永田良一、土井孝子、岡本富夫、堀正雄先生とそうそうたる政治家であり極めて強豪、もちろん初選は敗退を余儀なくされました。後に原健三郎先生は在職50年の表彰を受けておられます。私はまだ半分であります。そして次なる選挙は昭和61年7月6日衆参同日選挙となり、11万1013票をいただき初当選を果たさせていただいたのであります。45歳の時でありました。私は笑わぬ殿下と異名のある河本俊夫先生にご指導をいただいてまいりました。河本先生の政治哲学、その流れは遡ること昭和15年の2月衆議院本会議における祝軍演説によって議員を罷免されました同じく郷土兵庫県の大先輩斎藤隆夫先生の反骨精神を受け継いでおられ、政治家は一本のろうそく垂れ周囲を照らしてその身の消えゆくことを厭うなとのご指導を常々いただきました。今もなお私の座右の銘でございます。さて、この25年間防災大臣や特区担当大臣、院におきましては予算委員長、決算委員長、国旗国家に関する特別委員長等多くの重任をいただきました。そのいただいたお役目を正しく全うすることが日々これ生涯と思い、粉骨最新の努力を重ねてまいりました。しかしその間に私のささやかな暴言や
そうでいろいろと世間をお騒がせをすることも少なからずございましたが、その折にも先輩同僚の皆様方の温かいご寛容とご後輩をいただきました。この際心から感謝をしお礼を申し上げる次第であります。これよりは天命に謙虚に接しながら、自ら選んでまいりましたこの人生、迷うことなく、ぶれずおもねず、これからも進んでまいる覚悟でございます。これまで長い年月ご支援をいただいてまいりました兵庫県民の皆様はじめ諸先輩方に厚くお礼を申し上げ、この上とものご指導とご講義のほど心よりお願いを申し上げる次第でございます。ありがとうございました。